はい、こんにちは。今日はですね、ドカティの走行動画をバッチリお届けしようと思っていますね。スタッフ総出でカメラ4台、はい、ね、いい映像といい音が撮れるといいなと、2日ほど練習しましたけどね、うん、失敗と試行錯誤を繰り返しながらどこがいいかななんてね、まあ、ぶつけ本番になっちゃうけどね、うん、で今日はね、美浜サーキットまで行こうと思ってるんですよね。二輪のフリー走行があるということと、うん、あとね、まだ僕ね、このバイクに、ね、慣れ親しんでいないんだよね。まだおどおどしてる、少し恐怖心があったりするし、その恐怖心を払拭するためにサーキットで速く走ろうと思ってるわけじゃないんだよね。速く走っても危ないでしょ。そうです ね還暦リターンライダーとしてはそんなリスクを冒してまでね、コンマ何秒縮めようとは思ってないわけですよ、うん、ただ行動ではなかなかうまくなれないんだよね、うん、時短のため自分の思ったコース取りをきちっとする、うん、あとバンク角ピタッと止められるかどうかとかね。バンク角って分かる？分かんないです。バンク角を倒すじゃん、はい、でこの姿勢をずっとキープできるかどうか、それを振り子のようにこうやっていくわけだね。まあ、そんなようなことを練習しに行ったりとかね、このドカがどういうブレーキ性能を持ってたりとか、どういう、こう走りができるのかということもね、サーキットだったら思う存分試せるでしょ。そうですね、行動だといろいろ制限がありますね。そうやっぱりね、しかるべきところで練習のために行くんだよね、うん、だから早く走るためのサーキットではないんだよね。じゃあそこでバッチリ上達して今日帰ってくるわけですね、うん、そうだね。せっかくさ、かっこいいバイクでしょ、はい、かっこよく乗らなきゃいけないよね。そうですね、おどおどきょどきょどしてたらね、ちょっとね恥ずかしいから、ドカティのためにもね、練習をしっかりして、うまくなりたいな、安全にうまく乗れるようになりたいなっていうのが今日の目的なんだよね。
ヤマサーキットから実況中継でございます。ですね、今日すごく寒いです。はい、5度、はい、風強し、で午前中にですね、還暦リターンライダーの方がですね、一周も立たずにこけたという情報が今入りました。私も還暦リターンライダーとしてですね、はい、ドカティをこのまま放り出すわけにはいけません。やむなく下山という実況放送でございました。見てください、この細かいコース、大変期待をさせてしまって申し訳ないんですけど、勇気は失いましたね。ここで練習をして頑張ろうということだったんですけど、どうも今日この寒いところで、古いタイヤで走る気がせんのですね、はい、なのでタイヤを新しくしてもう少し暖かい時に乗るべきじゃないかと、大人な判断でいいでしょうか。はい、まあ安全第一ですからね。そうなんですね、安全第一。私は多分怪我はそんなしないとは思うんですけど、どこかが怪我をした時にですね、はい、大変なことになりますね。13時20分からの 13B ロードプラスエントリーライダーの方、はい、走行機に散歩しますので、タワー1階までお越しください。タワー1階までお越しくださいということでございまして、ちょっと今日やめますということを今伝えなきゃいけないというんですね。でその代わりすごいライダーの人がいるんですよ。そうなんですか。はい、私は乗らないことにしました。そうなんですか。いや1周目でこける気がしましてですね、いつも走ってらっしゃるんですよね。これは初めて。これ初めてですか。今回初めてですか、はい、でさっき伺ったんです、1周目でこけたよって。で完全に繊維を私は喪失してるわけですね。俺やめますということで走ってください。走りますかね。走れば大丈夫。本当ですか。せっかくなんで来たんで、そうです。緑の方がすごく速くて、はい、邪魔するんじゃないかなと思って、いいですか。大丈夫です。じゃあ走ります。急遽走ることにします。久しぶりで緊張しています。はい、安全にお願いします。はい、安全で行きたいと思います。
疲れ様でした。はい、頑張りました。どうでした？楽しかった。楽しかったですか？でもね、怖かった初めて走るんで、はい、どんなコーナーが待ってるか分かんないしね、どういうクリッピングポイントかも分かんないし、安定もしないしね。でもね、いい経験になりましたね。これ練習するのも楽しいかもしれない。一応タイム測るために借りたんだけど、はい、意味出したね。まあでも次回これを超えるタイムをっていう目標ができるじゃないですか。あ、そっか、はい、これタイムは記録残ってんのかな。多分もらえると思いますけどね。あ、そっかそっか、もらいたくないねまあでもなんかタイムが伸びていくのって楽しくないですか。多分そうだね、はい、こうフラ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 してたでしょ。で、皆さんたちがピタッタッとしてたでしょ、はい、それがバンク感がきちっとしてるかどうかって話なんだよね、うん、だからまだコース取りに迷いがある、はい、あそこを抜けていくんだっていうイメージが全然まだ取れないのよ、うん、次からはしっかり取ってね、頑張りたいと思います、はい、でもすごい楽しかったよ。それは良かったです。はい、ガレージ戻ってきましたね。お疲れ様です。はい、いや今日はねすごい収穫があったっていうかね、楽しかった。一枚扉開けた感じがするね。街中ずっと乗ってたんだけど、乗れてるような気持ちでいたけど、うん、でもね何かねまだしっくりきてなかったんだね。で、今日さっきと走ったでしょ、はい、で帰りはねすごく親近感が湧いた。へ、うん、やっと懐に入れてくれた感じがする。前はなんかね他人行儀だったのよ、うん、このバイクがね何かね馴染まないというか気難しい感じがするけど、サーキットついて、うん、レーシングのねバイクでタイヤウォーマーつけて、うん、本気のライダーの方がいらっしゃったよね、はい、うん、でその方にどうですかって聞いたんだよね。そしたら朝一番、60オーバーの方が一周回らずにこけてリタイアしたという情報を聞いてやめようかなと思ったよねだけどゆっくり走れば大丈夫って、本当にゆっくり走ったつもり、スピードが遅すぎて内側にインに入りすぎたりとかで速すぎて膨らんだりとか、そんな風にして全くコントロールが効かなかったっていうかね、自分の中で全くこう理解していないまま、20分あっという間の20分がね過ぎたっていう感じだったんだけど、でもねよく走ってくれたしこのバイクね、うん、うん、で音もねやっぱりさすがコンチのドカのサウンド、いい音してたよね。してましたね、うん、だから最後ねいい音してましたねとはみんな言ってくれたんですけど、早かったねとは誰も誰も言ってくれないというね。まあ今度ねタイヤをしっかり変えてね、もうちょっと暖かくなった頃、あるいは冷たくてもタイヤウォーマーを入れてタイヤを温めてからサーキットで走る、そんなようなサーキットでは当たり前の礼儀というものをしながら走るべきバイク、走るべきコースだったのかもしれないね。やっぱり今度は準備してしかるべき時に行きたいというふうに思うし、ブレーキの位置、それからクラッチの調整、アクセルの調整、こういったものも課題として見えてきました。ちょっとね、レスポンスが悪いっていうかね、遊びが多いんだね。もうちょっとこれぐらいでアクセルがぐっと回り始めてほしい。この辺の遊びがちょっと多かったかなと思うんで、そういうのをしっかり整えて次はもうちょっと早いタイムをね、はい、ただまあタイムが勝負じゃないからね、それよりも安全運転するため、それからこのバイクと親しむため、このバイクの個性を知るために、サーキット走る、そんなような気持ちで今日は走りました。でもタイムは悪かったけど、かなりドカとは近しい関係になれたと
思いますよ。それはいいことですね。ね、うん、そのうちね、練習を重ねていくことでだんだん身近になっていくし馴染んでいくし、美しいバイクと美しいライディングスタイルで、まあ、公道を走るんじゃないかななんて思ってますね、はい、またそうなりたいと思ってます。今日はね、本当にね、楽しい一日でした。収穫のある一日でした。ちょっと距離が縮まって本当に良かったです。どかた、はい、じゃあ今度はタイヤ変えてしっかり走りましょう。はい。